から具体的になって、この企業の事業、決算を調べる、まあ、これはですね、四季報だとか、会社情報だとか、あるいはネット情報、それからオール投資、株式日本、いろいろあります、まあ、これは本屋さんなんかでもありますけどね、まあ、ご自分の好きなのも選べばいいと思います。本屋さんでね、最近の結構ね、全くの、その、パクリ雑誌がありますからね、結構、なんだこの雑誌はって、ね、結構多いです。全く同じ、内容をね、想定だけ書いてぶち込んでます、ええ、だからそういうのはね、まあ、でもそれはあんまり具体名言わん方がいいですから、まあ、ちょっとここでやめておきますけどもね、あるんですね、またやってるなって、いつもねパクリ記事のせいとかあります、何回か行ってね、それをずっと見てて、あ、ここのことだなって分かると思います、ええ、それでもね、俺ね800円ぐらいの定価つけて売ってるんですから、何やってんだこの会社はと、立派な会社ですよ、ある会社、そういうのがありますから、そういうのはね、注意した方がいいですね。まあ、私は昔からこのオール投資とか株式日本、この辺のところは見てます。この辺のところは割合信頼できます。まあ、誤植だとかね、脱字だとかね、そういうものが多い会社のはやめた方がいいです、ね、集中してない、銘柄の発掘もね、いい加減ですな会社は。それから有価証券報告書、これは UFO ってよく言うんですけどね、これは東京の証券会館、茅場町降りた、地下鉄降りたところにありますけど、ここで誰でも見ることができます、こういうのはね。から決算広告、これは新聞でも出てます。それから、株主向けの情報としては、株主になって株主総会なんかの通知が来たりしますけどね、株主総会が終わったりすると営業報告書ですとかね、人員報告書とかいうのが送ってきます。で、最後のこの一番いいのはこのアニュアルレポートなんですけどね、これはただ黙ってると株主であっても送ってきてくれません。これは普通はですね、 IR 用に使うんですね、企業の人が。IR 用に海外投資家向けだとか、機関投資家向けだとかに使うことが多くてですね、個人の場合はこのアニュアルレポートはほとんど、ね、黙ってると送ってきません。だから電話すればいいんです。電話すればアニュアルレポートを一つ送ってくれと言いますと送ってきます。もう分厚くてですね、もうその代わりこのアニュアルレポートを見るとその会社の中身全部わかります。ごっそり全部わかります、ええ普通のですね、この有価証券報告書とかですね、営業報告書なんかは本当にもうペラペラなもんでね、大したこと載ってませんけども、このアニュアルレポートっていうのはもうこの有価証券報告書よりもっと充実してる、ね、もっとコメントも多くなりますから、非常にねよくわかります。だから買う前にこのアニュアルレポートを買うっていうのも、買うっていうか見るっていうのも大変な作業ですけども、自分がこの株のしばらく持ってようと思って、よしこの会社もっと知りたいなという時にはね、電話して送ってもらえばいいです。で、時間ある時に見てみるんですね。へえへえ、こんなこともやってる、あそこにまだあそこにも土地持ってんのかとかね、こういうことがものすごくよくわかります、このアニュアルレポート。